東方聖堂騎士団、東方聖堂騎士団、東方聖堂騎士団、略称 OT、OTO、直訳は、東洋神殿修道会は、東洋のテンプル騎士団、または、東方の神殿の修道会という意味のラテン語を、名称とする、20世紀初めに創設された、国際的な友愛結社にして、宗教団体である。当初は、フリーメイソンを模倣した。 メソン関連団体として設立されたものであるが、アレイスター・クローリーの指導下で、セレマの法を中心的な宗教原理とする団体として再編された。1904年の法の書受信に橋を発する、セレマの法は何時の意思するところを行え、それが法のすべてとなろうと、愛は法なり、意思の下の愛こそがの二分に集約される。多くの秘密結社と同様、 音の会員制は演劇的儀式を用いた一連の異会議による非議参入体系に基づいており、団員の結束を深め、精神的及び哲学的な教えを伝授することを目的としている。音には団の教会部門であるグノーシスカトリック教会略称 EGC も含まれている。その中心的儀式はレバー XV15 の書またはグノーシスミザ。 ザ・ナスティクマスと呼ばれ、一般にも公開される。21世紀の現在、音と称する団体は、複数存在する。本記事では1970年代のカルフォルニアで、活動を開始した、国際音をもって辞任する、いわゆるカリフ・パウと、ザ・ケイリフィオ・イテを、TO を中心に記述する。 音の初期の歴史を確実にたどるのは困難であるが、1895年から1906年の間にドイツかオーストリアで創始もしくは起訴された。公式的には、オーストリアの有力な科学者であり、実業家であったカール・ケルナー、1851から1905が創始したことになっており、彼は、音の精神的父と呼ばれる。 もっとも、1904年以前の段については何も、情報がない。ケルナーが1895年に、ロイスに会い、アカデミアマソニカ、メイソン大学の構想を語ったことが、音の発端とされている。ただし、ケルナー自身が、東方制度騎士団のような名称を最初に、用いたという証拠はなく、対外的には1906年のテオドール・ロイスの、科出版物、オリフラム市場に、 東方聖堂騎士、ディーロリーンテリスケンテンプラーという言葉が初めて登場した。テオドール・ロイス、英名セオドアルースは、ケルナーと共同で、オトを創設し、ケルナーの死後、オトの首領となったとされる。これに先立つ1902年、ロイスは、新知学者、フランツ・ハルトマンとハインリヒクラインと連名で、 ジョン・ヤーカーからフリー・メイソンのメンフィスミツライム古代年初儀礼のドイツロッジを運営する権利を購入した。メンフィスイコールミツライム儀礼は非正規のメイソンリー儀礼だとされているものではあるが、古式公認、スコティッシュ儀礼、スウェーデンボルグ儀礼と共に、これらは新たに結成された団の中核となった。ベルリン時代のルドルフ・シュタイナーはロイスと接触し、1906年に メンフィスミツライムノの,のグランドマスターとなった。ロイスはこの他に、レオポルド・エンゲルが復興しようとしたイルミナティガン、フランスのジェラール・アン・コースのマルティニスト団、グノーシス・カトリック教会といった団体に関わったり、いくつもの疑似名尊的異界組織や、複数の結社名をこしらえていた。音の歴史を研究したペーター・ R.K. ニヒの推測によれば、少なくとも、ヤーカーが亡くなる1913年までは、 メンフィスイコールミツライムなどのロイスの初結者とオトは別個のものであったが、遅くとも1917年にはオトはこれらを吸収、統合したものとして成立していた。ロイスは英国のアレスター・クローリー、アメリカ合衆国のエイチ・スペンサー・ルイス、デンマークのカール・ウィリアム・ハンセンといった各国の卑怯主義者やオカルティストと連携を図り、彼らに後意界や落とし部解説の認可状を授与する。 ことによって、オトを国際的な友愛団として組織しようとした。他に、ロイスから抗議会を授与されて、オトのグランドマスターとなった人物には、アルノルド、クルムヘラー、ハインリヒト・レンカー、チャールズ・スタンスフェルド・ジョーンズが挙げられる。こうして、ロイスの下で、フランス、デンマーク、スイス、アメリカ合衆国、オーストリアのオカルト諸団体に、オト支部の設立認可が与えられた。 ロイス自身は1917年にスイスのモンテベリタにオトロッジ・ベリダスミスティカ・マキシマを解説した。9位会あり、第6までの位会はメーソン的位会であった。ロイスはアレエスター・クローリーと接触し、1910年には彼にオトの三ン会を授与した。そのわずか2年後、クローリーはグレート・ブリテン及びアイルランドの責任者に就任し、 X ック以に昇進した。ミスティリア・ミスティカ・マキシマ、MMM と称される、オトイギリス支部を解説することも、彼の任であった。クローリーは、その後、ベルリンに赴き、競技文書を受け取り、グノーシスの聖域にある、アイルランド、アイオナ、ゼンブリテン諸島の始皇帝王という称号を授かった。それから一年も経たずに、クローリーは、MMM の宣言文を書き上げ、その中で、 ケルナーの構想したアカデミアマサニカ、メイソンアカデミーの3位会を第7.8、9位会に配した基本となる10位会制度を記述した。1913年、クローリーはモスクワ滞在中に団の一般公会及び団内部の祝典の中心的な儀式としてグノーシス・スミサを創作した。1914年、第一次世界大戦が勃発して間もなく、 クローリーはアメリカへ渡った。クローリーがセレマを音の体系に組み入れることを決意したのは大体その時期であり、1915年には MMM で使用するために用意した儀式群を改定していた。1917年、ロイスは音の異界概要を書いた。その中で彼は第三異界をメイソンリーの職人とし、これに関わる参入儀式を、徒弟、職人、 親方として、初伝三位会の教理問答を及びあらる様々な、メイソン体系の説明を含む、クラフトメイソン D におけるすべての知識教授とともに、これを詔述した。同文書には、音の、第四位会が絵の具の、聖、ロイヤルアーチとしても知られるのでもあることが、記載されている。これはロイスが、スコッチメイソン、聖アンドリューの騎士、ロイヤルアーチ、王宮のセリモチ、セリモチ、 に対応する、スコッチメイソンリーの位を一つに集約したものであり、彼の説明によれば、古式公認、スコティシュ儀礼の書籍会における、全知識教授である。1919年、クローリーは、ミシガン州デトロイトでこのメイソンを元にした音を運営しようと試みた。その結果、音の儀式はあまりにも正当派のメイソンリーに似ているということで彼は、 スコティッシュライトの評議会から拒絶された。クローリーは1930年にアーノルド・クルムヘラー、アーノルド・クラムヘラーに宛てた手紙にこう書いている。しかしながら行われようとしている儀式の実際の詳細を検討するに至り、スコティッシュライトの評議会はいくつかの象徴的表現があまりにもロッチの伝統的なメイソンリーと似ているという理由でこれを許容することができなかった。 クローリーは、その後、初伝三位会の参入儀式を書き改め、メイソンリーに結びつく儀式の大半を取り除いた。しかし、メイソンリーの様々なロイヤルアーチ儀式に関連した形式や構造を残す第四回の儀式は書き換えなかった。クローリーによれば、1920年の春に、テオドール・ロイスは脳卒中を患った。 ロイスの側近の一人との手紙のやり取りの中で、クローリーはロイスが役職にとどまる適格性について疑念を呈した。ロイスとクローリーの関係は悪化し始め、1921年11月には2通の怒りの手紙が交わされた。クローリーはロイスに、ロイスが退位したら、クローリー自身が団のとなる首領、ティーターヘッドオブザオーダー、略称。 おほとなることを宣言すると伝えた。ロイスは1923年10月28日に死去した。クローリーは後の手紙のやり取りでロイスは後継者に自分を指名したと主張した。後世の研究家の中にはローレンス・スーティンのようにクローリーの主張に疑問を投げかける人もいるが、これを裏付ける証拠も否定する証拠もない。そして当時、 自分が後継者であるとの証拠を提示して、クローリーに反爆する候補者は誰もいなかったとされる。1925年、グランドマスターたちの騒然とした競技の中で、クローリーは残った、オトの管理上たちによって、正式にオホに選出された。第二次世界大戦中、オトのヨーロッパにおける支部組織は破壊されたか、地下に潜伏したかのどちらかだった。 大戦の終わりまで生き残った音団体は、イニシエートたちは別々の国にいたものの、バンクーバーのアガペロッジから派生した、カルフォルニアのアガペロッジナンバーにだけだった。参入儀式はほとんど行われていなかった。この時、ドイツのクローリーの代理人だったカール・ゲルマーは、ナチの監禁から解放された後渡米した。クローリーが1947年に死去した後、 ゲルマーがオホの役職を継承した。ゲルマーの下でオトの活動は絶滅寸前まで落ち込んだ。ゲルマーは後継者を指名せずに1962年に死去した。1969年まで誰もこの空席を埋めようとする者はいなかったが、クローリーからの所感によって緊急時の権限を与えられたと主張するグラビー、マクマートリー、グラディミックマートリーがこの権限を行使して、 カリフ X の地位に就任した。グラディは、オホを戦勝しなかったが、1974年に、現在、アレースター・クローリーの東方聖堂騎士団のオホが存在していない。団のオホは、国際的な任務であり、ザ・ブルー・イーキノックスの P201 参照、アレースター・クローリーの東方聖堂騎士団は、この点において、組織としての必要条件を満たしておらず、 現時点では組織の体を成していないと主張した。グラディは1970年に参入儀式を行い始めた。音は1979年3月26日にカルフォルニア州法の下で法人化された。この法人は1982年に IRS コード5013の宗教団体として連邦税を免除された。グラディ・マクマートリーはオトを絶滅から救うことに、 成功した後、1985年に死去した。マクマートリーは、ソブリンサンクチュアリ、第9位会の団員に、磁気カリフを選出するよう要請し、1985年に、その選挙が行われた。ウィリアム・ブリーズ、ウィリアム・ブリーズが、磁気カリフ、X に選出され、ハイムネイアス・ベータ・ X を名乗った。 1995年から2005年の間のいつかの時点でブリーズはオホの地位についたようである。オトのウェブサイトにあるザマジカルリンク1995年秋号ではハイムネイアスベータ X と称されているがザマジカルリンク1997年秋号ではハイムネイアスベータクサイ、2005年5月には OHO ハイムネイアスベータ G となっている。 1966年にサバジース X がアメリカ合衆国のグランドロッジのグランドマスターに就任した。2005年には FR ヒューベリオン X が新しく設立されたイギリスのグランドロッジのグランドマスターに就任した。FR シーバ X は2006年にオーストラリアグランドロッジのグランドマスターに就任した。クローリーは音を 大いなる窮イオンの書結社の中で最初に、法の書を受け入れる結社と表現している。音は、当初、非正規メイソンリー団体の儀式文書を取り入れていたが、基調的文脈は、セレマとその協議を背景とするものに変更された。ただしメイソンリーに関連する、象徴的表現や、用語も依然として一部使用されている。段は、劇的な儀式を通じた卑怯的知識教授。 啓発された倫理体系の指導、人間の中の神聖を自覚するという大いなる技、ザグレートワークを熱望する人同士の交流を提供する。音の中核を成す、儀式活動には二つの分野がある。すなわち、イニシエーション、水着の伝授とグノーシスの味噌の祝典である。これに加えて団は、講義、勉強会、社交行事、演劇作品、芸術展示会の開催。 書籍や、機関紙の出版、ヘルメス学、洋画、魔術の教授といった活動を行っている。クローリーは、自伝、アレエスター・クローリーの告白、以下、告白とシルスでこう書いている。音は一つの思考の秘密を保持している。その体系全体は、段階的な直接的暗示によって、極めて重要な教授を会員に伝達することに、向けられている。 最初の一連の参入儀式に関しては、教授の主目的は二つある。まず、宇宙及び宇宙と人間の生との関係を説明することが必要である。次に、すべての人間が自身の人生を宇宙に適応させ、最大限に有利に自身の才能を開発するための最善の方法を教授することある。私はそれに応じて、ミナーバル、マンブラザー、マジシャン、 マスターマジシャン、パーフェクトマジシャン、パーフェクト、イニチアテという一連の儀式を構築した。それらの儀式によって、極めて広範な哲学的資座における人生の、最初から終わりまでの過程が描き出されるはずである。部位以降の参入儀式は、資料分別、忠義、自立、誠実さ、勇気、自制、状況に動じないこと、公平さ、会議、 その他様々な美徳の価値を志願者に表示する。同時に彼が自身の究極の費用たる本性を悟り、その本性のためすべき仕事のしかるべき目的を見出し、その本性を活用し、成功を確実にする最善の手段を見つけるための手助けを与える。音の全体形について、クローリーは告白にこう書いている。音は、 万国共通の同胞愛と普遍的な宗教に合理的な基盤を与えている。そして単純だが崇高で芸術的に配置された象徴的表現という手段によって宇宙について現在知られているすべてのことを訳した科学的な説明を提示している。また各自が自分の個人的な運命を発見することを可能にし、それを自由に満喫するためには、 道徳の面と知性の面において、どのような性質が要求されるかを示せ。そして最後には、自身の作業に必要なすべての能力を自分で開発するための創造を絶する強力な武器を手渡す。告白 P703。音の会員制は、演劇的儀式を用いた参入儀式制度、すなわち異界制に基づいており、これによって、 精神的かつ哲学的な協議を授け、なおかつ団員間の友愛的結束を築く。会員は組織上の役割も担っているが、団内の様々な形の職務を引き受ける前には、特定の委会に達していなければならない。例えば、KEW 委会の取得は、グノーシスカトリック協会の司祭の除解を受けるための必要条件である。 0度から G までの番号を付された13の異界と番号なしの12の異界があり、忍者、恋人、地上の人間の三つ組に分かれている。音の各異界へ参入するには参入儀式を受け、なおかつフリーメイソンで用いられているのと同様の音が要求する制約を行うことが必要である。地上の人間の三つ組を昇進していくには上位界からの推薦が要求される。 東西騎士、ナイツオブ・ザ・イースト・アンド・ウエスト異界とそれより、上の異界に昇進するには、上位会員からの招待が要求される。音の参入儀式の最終的な目的は、自然の深淵なる神秘において、偶意と象徴によって、個人を共同し、それによって個々が、自身の本当の神聖を発見する助けになることで、ある。全体形は、下記の通りである。 音の運営組織。1、国際総本部は、世界中の音を統率する機関。国際、最高法院として知られる、統治機構であり、団の外なる首領、略称王補、フレイター・スペリオルとも称される、秘書総監、財務総監から構成される。2、クノーシスの主権聖域はナインに達した団員から構成される。主たる任務は、 団の思考の秘密を構成している、同意界の神働け術と魔術を学び、実践することである。しかし、統制機関として、以下の権限がある。3. イルミナティの秘密最高法廷はバイブに達した、団員から構成される哲学的な行政機構。大法廷の判決を破棄する権限がある。4. 大法廷は、大審問官、バイの副委員会の団員から構成される。 主たる任務は、チャプターやロッジのレベルでは解決できない紛争や苦情を審理し、仲裁することである。1、各国レベルでは最上位の組織は、グランドロッジで、各国のグランドマスターによって収められている。グランドロッジ内には、執行委員会があり、各国のグランドマスター、秘書総監、財務総監からなる役員会で構成される。 2. 最高代表議会は、各国のグランドマスター X によって任命された、バイの団員で構成され、下記の権限がある。3. 選挙人団は V の11人の団員から構成され、最初の運営機構である。主な職務は、地上の人間階級での問題を監督することである。ットは、アメリカ合衆国内国際入庁のセクション501。 C に基づいてアメリカでは非課税対象となっている。またカルフォルニア州では公益法人となっている。アメリカグランドロッジはアメリカ合衆国でのオトの運営組織である。アメリカのグランドマスターは FR サバジース X で1996年に任命された。アメリカグランドロッジの氏名はウェブサイトによると下記の通り。 アメリカ合衆国東方制度騎士団は、階級組織で、宗教的会員制組織である、東方制度騎士団のアメリカグランドロッジ、国内部門である。我々の使命は、個人の自由、自己鍛錬、個人の知識、そして、万国共通の同胞愛を育成することで、セレバとして知られる哲学的、宗教的制度の協議と実践を達成し推進する、ことである。 この目的を達成するために、アメリカ全土で、我々は申請で、指導的な儀式を実施し、団員に対する指導と指示を提供し、社交行事を開催し、教育と社会保守活動に従事する。イギリスグランドロッジは、イギリスのトの運営組織である。イギリスのグランドマスターは、FR ・ヒューペリオン X で2005年に任命された。 オーストラリアグランドロッジは、オーストラリアとその領土の音の運営組織であり、2006年に公認された。グランドマスターは、FR、シーバ X である。グノーシスカトリック協会、略称、e、BGC は、音の生殖部門である。その中心となる活動は、グノーシスミザ、レバー XV の祝典を行うことである。近年では他にもいくつかの儀式が書かれ、 教会内での使用が許可されている。それらの儀式には、洗礼、信徒に対する献身礼、除祭、司祭、女司祭、司教の除外式、臨終の秘跡がある。また、EGG の名のもとに行われるいくつかの非公式の儀式もある。これには、婚礼、描写に対する訪問の祈りと力の投与、悪魔払い、生の儀礼と死の大祭がある。地上の人間階級には、 キャンプ、オアシス、ロッジの三つのレベルの活動組織がある。現在、いくつかの派閥が、アレースター・クローリーの正当な継承者だと主張している。マクマートリーがカルフォルニアで、オトを復活させる以前から、そしてそれ以降も、他の派閥は、様々な形で継承者の名乗りを上げている。デイブ・エバンスは、クローリーは、カール・ゲルマーを、アメリカのオトの首領もしくは、 アメリカの X に任命した年、ケネス・グラント、ケネス・グラント、1924年生まれについては、クローリーは彼に、オトの指揮を取るように遺言したと書いている。ケネス・グラントは1951年に、この指揮権を主張し、私はイギリスのオトを運営する権限があると公言した。したがってこれは明らかに、クローリーのアイルランド、 アイオナ及びゼンブリテン諸島の X としての肩書きのみを主張したに過ぎない。これに対してゲルマーは1955年にグラントをオトから破門した。これはグラントが後に主張したようにもしゲルマーがオホではなくアメリカの X であったなら不当な行いということになる。そしてグラントは自分が東方制度騎士団のオホだと宣言することになった。彼の団体は カルフォルニアの団体から区別するために、タイホニアン、オト、トトと呼ばれている。もう一人の主張者、ヘルマン・メッツガーは、ロイスの指導家の初期スイスオトの団員だった。しかし彼の主張は、スイス以外の誰からも無視され、彼も、このことを強く主張することはなかった。彼は1990年に死去した。第三の主張者、マルセロ・ラモス・モッタ、マースロ・ラモス・モッタ、 1931から1987は一度も、音の参入儀式を受けたことがなかったが、ゲルマーの妻、サーシャが彼に、カールの最後の言葉は、持ったが、信奉者、ザ・フォロワー、後継者という意味にも取れなくはないだと告げたと主張した。彼は、クローリーの著作権の帰属で訴訟を起こしたが、アメリカのメイン州地方裁判所で否決された。 モッタは1987年に死去したが、様々な小グループが、ソサイティオと、SOTO を名乗り存続している。アメリカのデビット・バーソンのソサイティオととスペインのガブリエル・ロペス・デロハスのソキエタスオと、マクマートリーが復活させたオトは、クローリーの指導下にあった、当時の組織形態の大部分を残しているのに対し、ソトを名乗る。諸グループはいずれも、構造も競技もマクマートリーのそれとは、 全く異なっている。マクマアトリーによって復活した音は2回の裁判で、勝訴しアレースター・クローリーの音の正当継承者であるとの判決を得た。下記の訴訟は正当性の問題にさほど影響を与えないが、段の歴史において重要である。2005年、オーストラリアにて音は、音が特にオーストラリアにおいて、 幼児虐待とイケを行っているという直接的な避難記事をウェブサイトに掲載したゲイグイズというサイトを名誉毀損で得た。裁判所は音を指示した。アレスタークローリーとトはしばしば邪悪というレッテルを貼られる。音団員はセレマの教義には悪魔や悪魔崇拝は含まれていないと主張しているが、キリスト教のいくつかの教会は音を悪魔主義的とみなしている。 PRK に非によると、アレスター・クローリーとその体系は、女性嫌悪的であるという。クローリーは、血液が有用であるとも女性が神聖であるとも、思っていなかったので、レズビアンの性魔術など想像だにしえなかった。クローリーは、男は、神の生命の守護者だが、女は一時的な措置に過ぎない、制度は確かに神のためにあるが、それは、神ではない、と思い込んでいた。 イコールイコール女は男に利用されるために存在する。彼の理想の女性は強権で、精力的で、熱心で、聡明で、公職で、健康である。つまり彼の興味は女性の体にあり、女性に何らの精神性も知性も求めていなかった。マクマートリーによって復活したオトは、アレエスター・クローリーが率いた団の唯一の正当な継承団体だと、 アメリカの法廷で認定されたが、オカルティストや他の団体のセレマイト、グラントのイフォニアンオート団員などの中には、これに合意しない人々がいる。そのような見方をしている人々は、マクマートリーによって復活したオトを、カリフェイト、オト、マクマートリーガクロリーから与えられたカリフという役職名に基づいていると呼び、他の東方制度騎士団という名称を使用している団体と区別している。 音の名称を使用し、自分たちは、音の正当な継承団体だと考えている。他の団体には、音財団、アルビオン音、パルチファルクサイ、音財団などがある。2002年、音の元団員が、ウェブサイト上で、セイターという筆名の下に、サンタクルーズのブラックロッチという文章を発表した。これは、彼の音での活動の詳細を暴露したものだった。2006年2月、 長年幹部団員であったアレン・グリーンフィールドは上位管理職の辞職を求め、すべての管理業務から退き抗議した。彼は原主領であるウィリアム・ブリーズは、おほ、演じているに過ぎないと主張し、批判的な立場を取り続けている。ブリーズのカリフ選出の議事録テープがこの立場の裏付けとなるようである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。